ダレエオス三世は、アケメネスアサペルシアの最後の王。母は、シシュガンビス、妻は、スタテーラ一世。娘に後に、アレクサンドロス三世の日となった、スタテーラ二世、ヘファイスティオンの妻になったドリュペティスがいる。カンガン、バゴアスを中心とした、宮廷陰謀により多い継承的各者が、相次いで死去し、全王、アルセスも、即位三年目に殺害されてしまい。 冒険の王族の彼が即位して伝統的アケメネス朝王名であるダレオスを名乗った。即位前の署名はギリシア側の伝承からコドマンヌスと伝えられていたが近年になってバビロンから発掘された天文日誌によって古代ペルシア語における即位前の名前はアルタシャタであることが明らかになった。ディオドロスの記録によればバゴアスは結局ダレオス三世をも排除しようとしたが これを察知したダレエオス三世は逆にバゴアスを毒殺してその地位を守ったとされている。間もなくマケドニア王アレクサンドロスの侵攻を受け、これを迎撃するために紀元前333年にアレクサンドロス軍の背後の一ソス市近郊に進出し、後方に残されていたマケドニア軍の負傷兵を殺戮した。生存者によってアレクサンドロスにこの知らせが伝わると、 アレクサンドロスは直ちに軍を戻し、ピナロス側近郊で、両者は退治した。イッソスの戦いでは劣勢に陥った、ダレーオス三世は逃亡し、これを見たペルシア軍の将兵も改装したため、ペルシア軍の大敗に終わった。この時、ダレーオス三世の家族もアレクサンドロスに捕らえられている。マケドニア軍がフェニキアやエジプトに向かっている間に体制を立て直した。 ダレーオス三世は、メソポタミア中流域のガウガメラに大軍を要して、婦人し、アレクサンドロスを迎撃した。ダレーオス三世は、野衆を警戒して軍に武装したまま夜景を行わせ、帰って指揮を損なったという逸話が残されている。この時、アレクサンドロスの陣中にも野衆を進めた将軍が、いたが、アレクサンドロスはこれを採用しなかった。ペルシア軍は、カマ戦車や、 戦造兵なども用意していたが、これらは、ダレーオス三世が期待したほどの戦果は上がらなかったようである。結局、ペルシア軍はこの戦いでも敗れて、ダレーオス三世は再び逃走した。これらの相次ぐ敗北によって、ダレーオス三世がアレクサンドロスに対抗することは困難となった。そして逃走中に、バクトリア総督の別荘数に殺害され、アケメネス朝は滅亡した。 従来、先祖とされている、レーオス一世は、アケメネス朝の冒険とされていたが、近年の研究により、王朝の創始者である、キュロス二世の直径から、アケメネス朝の四代目とされる、ダレーオス一世が定位を散脱したため、初代からの直径で連綿と続く王朝ではなかった、ことが、研究者間の論争の中でほぼ明らかになっている。ダレーオス三世も、 アルタクセルクセス2世の兄弟オスタネスの孫、オスタネスの子アルサメスとアルタクセルクセス3世の姉妹、シシュガンビスとの間に生まれた息子とされているが、もともとは従前のアケメネス朝とは、つながりのない地方の総督に過ぎず、アケメネス朝が断絶したために擁立されたのだとも言われている。ありがとうございます。